攻撃しても壊せるものじゃなさそうだ。せめて誰が中にいるかだけでも分かったら。俺の力は最強なんだ。ああそうだ、あの野郎よりもな。まったく、どうして僕みたいな半端者にこだわるんだか。ワジ、どいてくれロイド。どうやら彼は僕との決着をお望みらしい。わかった。障壁が消えた。これで領域って場所に行けるってわけか。ああ、だが今度ばかりはお遊びじゃ済まないだろう。万全の体制で臨むとしようか。はい。ここが領域、一面の荒野。こいつはまたヤッコさんらしい場所だな。あれは何らかの負のエネルギーのようですが。やれやれ、ちょっとばかり彼を侮りすぎていたみたいだ。まさかタダ人の身でここまで化けるとはね。ワジ、行こう。この先にバルドが待っている。今度こそ全身全霊をかけて叩きのめしてやらないとね。かかってきなよ。今だわ。さてと、せいぜいまで。行くぞ。やってや。はっきゃ。さて。そこだ。さて。俺の番つか。悪いな。先に行かせてもらうよ。
やれやれ、時間の無駄だったな。待ちくたびれちまったぜ。バルド。どうやらその姿がてめえの仕事着ってわけだ。聖杯騎士だ。教会の極秘部隊だったか。まあね、個人的にはテスタメンツの時のスタイルの方が好きだけど。ああ、ホストの時に着ているスーツなんかも悪くないかな。相変わらず悪趣味な野郎だぜ。チャラけたバイトのやりすぎで頭が麻痺してんじゃねえのか。君に言われたくないね。力を手に入れてもその悪趣味な木刀は手放していないみたいだし。当たり前だ。こいつは象徴だからな。てめえみてえな小器用な奴には込められない魂が宿ってるんだ。その割には旧市街のアパートをキックでぶっ壊したそうじゃない。列車を脱線させたのだってただの力任せだったみたいだし。よく知ってやがるな。知りたくもないのに勝手に耳に飛び込んできてね。なんだかある意味気が合ってるようなですね。まあ腐れ縁だろうからな。バルド、改めて確認させてくれ。君にその力を、いやグノーシスを与えたのはマリアベルさんか。あの青い薬か。そういやそんな名前を言ってやがった気もするな。赤色の方じゃないのか。確か魔人化するのは赤色の方だったはず。それなのにどうして。あの女曰く俺は合ってるそうだぜ。やばい方を使わなくても最大限の力を引き出せる素質があるらしい。まあそのあたりの理屈なんざどうだっていいけどな。よくねえっての。まさかベルはあなた以外にもその薬を渡しているの。さてそんな様子はなかったかな。得体の知れねえ雨だが個人的には嫌いじゃねえぜ。自分自身の欲望にどこまでも忠実ってところはな。そして君は彼女の還元にそそのかされて際限のない力を求めるようになったわけだ。違うな。俺が力に焦がれるのはガキの頃から。飲んだくれの親父が死んでから旧市街に一人放り出されて、喧嘩に明け暮れながらバイパーとイグニスっていう聖域を手に入れて、てめえという喧嘩相手が現れて熱くなっていた時ですら奥底でくすぶり続けていた。それが俺の力への渇望ってわけだ。鬼。さあてめえも見せてみろよ力への渇望。
俺と同類である証を。いいだろう。だが僕のそれは君と同じじゃない。何？これは金の文様？スティグマ！この印が現れたせいで全てを手に入れ、全てをなくした。家族も故郷も未来も何もかも力に絶望しつつ、慣れ合いながら偽りの生を生きている。それが僕、ワジ・ヘミスフィアだ。てめえ。ドミニオン第9位、青の聖典、ワジ・ヘミスフィア。この金色の輝きを持って君の力を折らせてもらう。覚悟はいいかい？上等だよ。てめえという贄を食らうことで俺の力は完成する。さあ決着をつけるとしようぜ。決着をつけようじゃねえか。強そうね。みんな気をつけて。よかった。それ。やれやれ。私の番です。ドライブ開始。オラ！さてと。やれやれ。エニグマ駆動。俺の番だな。はあ。さてと、さあ全力で行くわよ。了解。私の番です。それ。俺の番だな。やさて、エニグマ駆動。さてと、僕の番だ。エニグマ行くぞ。この雑魚どもが死ぬ。
行くぞ。エニグマ駆動。やあ、行くよ。弱すぎるぜ。僕の番か。我が親友にてきらめく青金の刻印に、大いなるカイナとなりて我が武器に集え。行くぞ。俺の番だな。行くぞ。これが俺の全力だ。メテオブレイカー。そこだ。行きます。行くぞ。はあ、やれやれ。私の番ね。私の番です。エニグマ駆動。任せろ。しゃあ、やよし。エニグマ、任せてくれ。それ。さてと、エニグマ。任せて。エニグマ、パクド。ドライブ開始。や。行くぞ。任せてくれ。それ、俺の番だな。それ、よし、行って、そこだ。行くよ。エニグマ駆動。任せて。エニグマ行きます。駆動。エニグマ。俺の番だな。エニグマ、それ、よし、で、そこだ。任せて。はい、今のは。せーの。や、僕の番か。はあ。俺の番だな。てめえ、調子に乗るんじゃねえ。ほら、そこだ。くそ。よし、上出来だ。やるね。よし、やったぞ。やったわ。なんて野郎だ。もうすでに体力は尽きているのに。本当ならあの雨の日こうしておくべきだった。全力と言いつつ君の身を案じてしまった。聖杯の騎士でもスティグマの持ち主でもなく、
テスタメンツのリーダー、ワジ・ヘミスフィアとしての最高の一撃をお見舞いするよ。君と初めて会った時みたいにね。上等だ。返り討ちにしてやる。グーテナハト。元の姿に。よかった。とどめまであの日と同じとはざまあねえな。本当に、まあ魔人化した状態じゃあそこが限界ってことだろ。君の力を扱うセンスは本物だと思うし、ちゃんと修行を積んだらさらに強くなれると思うけどね。言われなくてもあがいてやるぜ。マジ、いつかてめえをはいつくばらせるためによ。だが今回だけは負けを認めて。いや、それとてめえら、てめえらがどうなろうと知ったこっちゃねえが、あのガキが景気悪い面してんのは気に食わねえ。せいぜい気張るんだな、バルダ。言われるまでもねえっての。ありがとう。お疲れ、ワジ。お疲れ様でした。さすがに疲れたかな。ま、おい、ワジ君大丈夫かよ。スティグマの力を使うとどうしても反動があってね。さすがにちょっと飛ばしすぎたかな。無理もありません、あれほど巨大な相手に。大丈夫なのか。まあなんとかね。よっと。多分これでこの領域を解放したことになるはずだ。バルドは後で回収するとして一旦門のところに戻ろう。わかった、戻ってみよう。ほらよ、肩を貸すぜ。中央の門の結界が薄くなっている。バルドさんの領域を解放できたからでしょう。多分この神域はそれぞれの人の領域と連動しているのだと思います。ということはもう一方の領域を解放できれば。多分
完全にあの結界が消滅するということだろうね。